今日のゲリラ情報をお伝えしていきます。岐阜県関市からいただきました。リポーター目山ちゃんさん、暗くなったと思ったら土砂降りの雨といただきました。かなり激しい雨の降り方で視点も悪くなっている状況がうかがえますね。愛知県常滑市からいただきました。リポーター目あっちゃさん、ものすごい雨と風です。外出してみましたが途中で車を止めて避難しています。雷も数回鳴っていましたといただきました。こちら強く降っている雨、打ち付けていますね。フロントガラスにワイパーを早く動かしていきましても、視程が悪い状況ということで、この後も激しい雨が降るタイミングでは視界が悪くなり、運転も危険となる可能性も高くなっています。そのような場合はですね、無理をせず路肩に車を止めるなどし、一時避難を心がけてください。また落雷も伴っているということですので、コンクリートなどの頑丈な建物内や車内にいる場合は、車内は安全です。金属部分には触れないようお過ごしください。それでは現在のこちらのエリアのお天気を見ていきましょう。午前中は広く日差しが届いていた東日本ですが、現在も山沿いを中心に雨雲が発生、発達している状況です。雨雲レーダーを重ねてみますと、このように晴れている近くの報告では雨の報告、雨雲レーダーには赤や黄色の非常に活発な雨雲というのがかかっていることが確認できます。こちらのエリアでは大気の状態が大変不安定となっていますし、この後こちらの雨雲は南風に乗って北の方へと流れ込む可能性が高くなっております。ですので現在日差しが届いているエリアでも天気急変にご注意ください。